今、徳島ヴォルティスの選手たちが春の総合運動公園に到着しました。これから練習に臨みます。毎年恒例となっている徳島ヴォルティスの高知でのキャンプは今年で20回を数えます。今日は春の総合運動公園で練習を前に歓迎セレモニーが開かれ、県や高知市などから県産の土佐文旦や芋けんぴなど特産品が贈られました。コーチで、しっかりとチームの基盤を作り、皆様にいいニュース、ご報告できるように、精一杯頑張りたいと思います。キャンプ初日の今日は元日本代表の長木亮太選手ら27人がランニングやリフティングなど軽めの調整を行いました。怪我しない体を作ってほしいなって思います。 J1 にもう一回行きたいと思ってるので J1 昇格だけを望んでいます、はい、徳島ヴォルティスの一次キャンプは今月19日まで春の総合運動公園で行われ見学が可能です。また J2 ブラウブリッツ秋田も今日から春野でキャンプを行っています。